新度駅は、三重県東新市、中井でにある、西日本旅客鉄道関西本線の駅である。島式ホーム一面二線を有し、列車交換が可能な地上駅。出発信号機、場内信号機とも一方向のみの設置のため、逆線入線はできない。最盛期には、単式ホーム、島式ホーム混合の二面三線を有したが、後に、列車本数の削減により、 中線の線路を撤去二面二線の構造となった。その後、ホーム上に簡易駅舎が作られ上りホーム線が、旧来の駅舎のある短式ホームから中線の位置に移され、島式ホームの構造となった。案内状の乗り場番号は割り当てられていない。亀山鉄道部が管理し、有限会社、新道駅管理商会が業務を受託する、簡易委託駅である。 2021年3月13日から愛国家の利用が可能となっている。窓口営業時間は午前6時午後17時。開業当初からある旧駅舎は短式ホーム跡に接して置かれているが、2002年7月、湖千橋降りてすぐのホーム上に切符売り場のみの簡易駅舎が新設され、それ以降は待合所としてのみ使用されている。この簡易駅舎の完成により、 古戦橋が改札外となったので、駅を利用しないものでも使用できる自由通路となった。2019年9月、JR 西日本は老朽化を理由として、旧駅舎を取り壊す予定であることが報道される。かつて二面三線であった名残から、運転取扱い上は下り線が三番線とされている。上り線については、現在の中線の位置に移設された際に、二番線に、 改められたかどうか不明。三重県統計所によると、近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。